れ、おいしいものまた食べてません？お腹空いてる？元気が足りないよ。ありがとうございます、みんなの富士山、チダマフェスタ、名前が長くて覚えられないんだよ2018茨城インウシクということでですね、もうちょっと前行こうかな、もうちょっと前行こうかな、はい、私たちは、舞祭りというジャンルの踊りを皆さんお聞きになったことありますか？はい、みんな入っていいよ、入ってきていいよ。OK です。ですね、茨城県っていうか、関東地方を中心に子どもが主役の踊りのお祭り、舞祭りという、ジャンルがありまして、踊りの種類はですね、皆さんよさこいとかね、ご存知かと思いますけれども、高知よさこい、札幌ソーラン、とても有名ですけれども、私たちはそれぞれの町で歌い継がれてきた盆踊りや小歌、それからね、地域の曲をアレンジした、踊りを、その曲をアレンジして踊っております。なのでふるさとの曲で舞うのが舞祭りの特徴です。今日集まってくれた子たち、衣装は、カラフルにね、さまざまな子たちが集まってくれていますが、茨城県内には北は日立、それから常陸太田、それから大洗、県内に来まして龍ヶ崎、県西には筑西、結城、古賀、そして坂東と8つの舞祭りがございます。それぞれの町で、それぞれの、ね、実行委員会のみんながボランティアで、子どもたちの主役になれる場を作ろうという、ね、踊りを、ね、みんなに振り広めつつお祭りを開催しております。今日はその茨城県内8つの中からですね、日立、そして龍ヶ崎、大洗、それから坂東市から子どもたちが大勢集まってくれました。総勢55名で踊らせていただきたいと思います。本日踊らせていただきます曲はちょうど10年前になります。茨城県で、国民文化祭茨城大会が2008年に開催されたんですが、そのオープニングにこの茨城県内の舞祭りの子どもたち、お誘いを受けまして、そのオープニングの会場で踊れるようにと、なんと茨城県民の歌をアレンジした舞祭り曲を作りました。その振り付けは茨城県内の踊り子たちみんなで協力して作った振り付けでございます。その茨城県民の歌をこうして今日ね、この茨城から、そして日本から世界に平和や、祈りをね、伝えていこうというこの会場で、この茨城県民の歌をみんなで踊れることをとても誇りに思っております。それではですね、早速みんなに踊ってもらいたいと思います。みんな準備 OK？ 緊張してる？大丈夫？笑顔いっぱいで踊っていきたいと思います。それでは踊らせていただきます。茨城舞祭りネットワークの子どもたちが踊らせていただきます。県民の歌で作りました、茨城舞祭り2008エバーラッキーダンスです。どうぞ。
はい、ありがとうございます。茨城県内からね、集まった踊り子たちにもう一度温かい拍手をお願いしたいと思います。ありがとうございます。